こんばんは、ひるのみキッチンです。今回は和風アレンジのメキシコ料理ワッカモーレを紹介します。和の食材をアボカドに合わせたら驚くほどうまいおつまみできちゃいました。それでは早速どうぞ。
はい、ワッカモーレの完成です。陽気なメキシカンと大和なでしこが出会っちゃいました。自分でも何言ってるのかよくわかりませんが、まあ早速食べていきましょう。ではどうぞ。せーの、いただきます。じゃあプシッといきますか。あ、プシッ。はい、やでは、せーの、乾杯。はい、今日はちょっと気合い入ってます。やる気だこの人。やる気です。いただきます。うん、美味しい。うん、うん、まっ、美味しい。かつお節いいね。かつお節入ってるの分かった。うん、分かった。レモンとかつお節。うん、ちょっと塩昆布。大体これ新しいな。この間の違うね、全然違う。うん、美味しい。和風チックっていうか。イエス。うん、お酒が止まんない。うまっ。うまっ。いいね。美味しい。美味しい。え、それだけで足りるの？なんか少なく見える。何だ？あー、うん、ちょっとね。減量。ん？ダイエット。いや、別にそういうわけじゃないけど、うまっ。兄さんの方が多い方が喜ぶかなと思って。うますぎる。うん、お、こぼれてる感じもいいでしょ。うん、わざとこぼしたっていう感じなんだけど。あ、こぼ、わざと。そうそうそう、日本酒こぼれてるよ。そう、なんかこぼれいくらとかそんな感じのノリで。なるほど。うん、あ、和風の盛り付け。なんか和風の味がする。うん、和風です、これ。美味しい。かつぶしが ね、なんかマッチしてる。うん、意外でしょ。玉ねぎのみじんと、うん、うん、意外すぎる。意外でしょ。うん、なんかこう攻めてくるんだと思った。うん、うん、だからこの料理のタイトルは、うん、ワッカモーレなんですよ。ちなみにワッカモーレの和は和風の和ね。うん、なるほど。これ開発したの？開発、うん、さっき考えた。ケイちゃんが考えたの？うん、すごい。ワッカモーレって食べ物はあるな。ワカモレってさ、うん、あのメキシコのさ、うん、あのタコスの前に出てくるやつあるじゃん。ね、あのアボカドとニンニクのさ、うんうん、ちょっとピリ辛のやつ。それの和風バージョン。そうそうそう。うーん、これは美味しい。うん、これはね、お酒が止まんないね。でしょ。うん、酒泥棒ってやつ。イエス。あ、たまらんこれ。いや。私さ、動画で客観的に自分のこと見るとさ、そんなにトロトロ喋ってないんだね。そうだね。普段さ、すごいトロトロ喋ってるイメージ自分の中であったんだけど、うん、これ動画にすると急にシャキッてして急になんか滑舌とかも普段の3倍ぐらい良くなって、私なんかやるときはできるんだなって。パキパキしてるね。パキパキ喋ってくれてる。全然ゆるのみじゃないじゃん。ゆるくない。ゆるいゆるい、十分ゆるいから大丈夫ですよ。イシャーとかこぼせばいい。やめてやめて。掃除が大変だから。アドリブでアドリブで。それつらい、それつらいよ。ケイ、うん、ちゃん結構、ま、周りの友達の間では褒められてる。やった。私 の、 あのすっごい仲いい友達の間では、うん、最後だけ当たりだったねって言ってる。, 笑ってくれ。どうか笑ってくれ。ここ泣くとこじゃないから。悲しみの。悲しくない。大丈夫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 。そういうの好き。いや、これいい話だから。そうだ、いい話にしようか。ちょっと待って。あのちょっとそこは運動しどうだろう。ずっと彼氏いたからきっと不幸じゃなかったよね。そう、まあ彼氏の内容は。いや、内容はないよ。おっと、だって今日本気だから。もう今日やる気だから。内容はないよ。おう、やめておこうか。そろ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 やめておこうか。うん、じゃあごちそうさましょうか。はい、せーの、ごちそうさまでした。
最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の料理の材料、簡単なレシピ、PFC バランス表はこちらです。もし今回の動画が役に立ったな、美味しそうだなと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。